はい、皆さんこんにちは。月刊川添恵子2月号今晩は第2話ということになるんですけれども、引き続き先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。女子会の雰囲気で女子会の雰囲気で、はい、やっていきたいなというふうに思っております。先週に引き続き台湾のあのところなんですけれども、はい、よいしょっと、はい、死にたい国民党台湾政権再編のキーパーソンということで、この間はね、はい、まあ民主主義が勝利しました、民進党が勝利しましたってことについて詳しく川添先生に解説いただいたんですけれども、はい、今後国民党はどうなっていくのかということも含めて、はいはいはい、お聞きしたいなと思うんですけども、まずですね、2000年から2008年もね、はい、民進党のチン・シンペイさんの政権だったんです、うん、はい、でも要するに立法議員、国会議員は国民党が多くってねじれの政権だったんですね、うん、だから決めたいこととか変えたいことがほとんどできずに、うん、まあ、死にたい政権に民進党自身もなっちゃったんですよ、うん、2008年あたりま で、うん、そうですね、ところがその民進党が国民党の何を変えたいのかっていうのは、これが問題で、問題っていうのは一番の重要なところなんだけど、国民党っていうのは世界に唯一 の変な党なんです。変な党どういう意味かというと、党営の企業をいっぱい持ってるわけです。要するに国営とか公営ではなくて国民党営の企業を持っている。日本で言えば自民党が経営している企業とか、そういうことなんです。民主党が経営している企業とかみたいなイメージですね。そうなんです。ですから大財閥なんですね、うん、でそのもの資産を、要するに民進党は、はい、要するに国台湾の公営のものに、うん、公のものにしようというふうに従ってるわけです、はい、これは民進党はもうずっと前からの念願だったわけですよ。でもう今回初めてこのねじれではなくなったので、うん、国会議員も過半数超えてますから、はい、でしかも時代力量も5席あるのでね、ですからそういった意味ではどんどんいろんなことが、はい、まあ、国民党の解体、要するに資産、うん、っていうものが解体されていくと、ね、うん、とすると今まで国民党というのは、うん、そのなんていうんですか、政治的思考というよりもその利権にぶら下がってる人間ばっかりがいたのに、金の切れ目が縁の切れ目っていうところで、うん、やっぱりまあ、やめちゃうと言いますか、うん、違った形の政党を作る流れになったりとか、はいはい、まあ、そういうふうになっていくと、うん、ですから、まあ、国民党の弱体化っていうのは、はい、本当に現実的にようやく進むというふうに言えるわけですね。分かりやすいですよね、その党営の企業があってっていう、うん、だからそこのところの利権が丸ごと剥がされるわけですから、 それに対してやっぱり企業逃げるでしょうし、そこが切れ目になっちゃうってことですね。そうです、うん、しかもね、投資会社とかも国民党として持ってるんですね、はい、そして建築会社とかに投資して、はいはい、とかね、やってて絶対儲かるようにしてるわけですよ、ね、で株もなんかわざと上げて売却しちゃうとか、だからとにかく資産っていうのが凄まじくあって、で、まあ、だいぶ債権化したとかいろいろ言われてるけど、いずれにしても、まあ、ある意味で言ったら財閥っていうか企業経営をしてたわけです、こんな、ね、党っていうのは世界では、まあ、一応国民党だけって言われていて、聞いたことないですよね。はい、異様な党なんですよ、あとやっぱりその杉田さんなんかも非常に記憶にある話になるかもしれないけど、国民党もね、やっぱり公務員にかつてはリクルーティングするんですよ、労働組合と一緒で、優秀な人とかね、君入れというわけですよ、で入らなければやっぱり偉くなれないし、偉いとか出世街道から外れるんですね。そうなんです。それでしかも公務員 の、まあ、その部署の会議以外に、党員の会議というのがあったそうなんですね、はい、実質上もう本当に公務員の世界も本当に国民党じゃなければ上に行けないし、そういう世界だったわけです。いやでもそれって今日本で言われてる利権構造とか癒着とかよりも、体質なんかよりももうよっぽど強い絆で結ばれている。それをこうひっくり返したって今回すごいことだったんですね。ですからね、もうこれから国民党に入りたいと思うエリートっていうか、若い人はいなくなるじゃないですか、そうですよね、そう、リクルーティングしたって僕は時代、時代力量に入りますっていうかね、民主党に入りますのがいいじゃんって思うわけ で、 そうですよね、もう本当にアウトオブファッションのね、もう弱体化する国民党には、いくら
まあよほどお金出せば別かもしれないけど、だからなかなか入らない。ですから人材としても国民党自身もいないんですね。そうですね、今後がないですね。そうなんです。だからそれを非常にもちろん台湾の本当に普通の民衆は心から喜んでるわけです。でそういった中でやっぱりキーパーソンは誰かというと、あえて無党派で2014年の台北市長選出た柯文哲さんという市長さんです。で1月の終わりに日本に来ていて、それでずっといろんな確か橋本さんとも会ったり大阪で会ったりもしてるんじゃないかと思うんですが、いずれにしてもあの安倍さんの弟の岸さん、岸議員がきっとご案内もしたりとか、いずれにしてもまあ割と大御所と会って、日本の中でこの柯さんはもともとお医者さんなので、私たちはカーピーと言ってんですね。プロフェッサーのカーピーってみんな言うんですね。でカーピーさんは台湾にいても毎日テレビのニュースを見ると一番出てる人なんです。そうなんですか。そうなんです。もう蔡英文さんの選挙、あと主分立選挙も終わって、主立林の選挙も終わった後、の特にその後に私はいたんですが、行かれてたんですよね。最もテレビの露出が多いのはカーピーなんですね。そうなんですね。でカーピーさんは発言が面白いことで人気があるんですが、ある種 KY なんですよ。そうなんですね。それで、これは公表してることだからあえて私が言うわけじゃないけど、アスペルガなんですね。でアスペルガー症候群であることを逆手に取ってるわけです。だから変な発言してもしょうがない、カーピーはアスペルガーだからというところで、全てにおいて人気があるんですよ。ご自身がお医者さんでご自身がアスペルガーであることを公表されていてって、なかなかこれ日本にはいない存在ですよね。そうなんですよ。でもね、選挙出る時からもうそれをもうバラしてっていうかね、カミングアウトする状況でやっていて、でもやはり非常に魅力的な方で、ある種でいうと民進党系台湾独立派に近い人たちが周辺についていて、でもあえてその緑っていう民進党では出ずに選挙を戦って、当選をしたと。で今でもやっぱ知名度もある種でいうと人気も、もしかしたら蔡英文さんよりもあるかしらっていう面白さから言うとある人で。ですから、もしかしたらこの4年後の話は早いとしても、だけど蔡英文さんが相当やって、そんなにいろんなことが変わらなければ、カーピーが出てくる可能性っていうのは実はあるんですね。で大体いつも台北市長をやった後っていうのは総統選に出るんですよ。バイキューもそうでしたから。ですからその可能性はあって、で4年後ですか、ちょっと早い話だけれども、今の流れでいくと台北市長の間ってで、バイクさんの時も陳水平の時もそうだけど、あんまり失敗がないんですよね。何か改革すると割と見やすく、改革されたと、赤線がなくなった、よかったとか、そういうのが見えやすいので、台北市長でよっぽど失敗しない限りは、カーピーさんの人気は保たれる可能性は高いと。そうですよね。日本とかもそうなんですけど、じゃあ国会議員が何をやったかっていうのは見えないんですが、例えば東京都の知事が何をやったかとか、そうなんですよ、橋本さんじゃないですけど、大阪市の市長は何をやったか、公務員をクビにできるようにしましたとかっていうことの方が実績として国民に伝わりやすいですもんね。そうなんですよ。だからその可能性としては、現役の強さね、これから蔡英文さんもあるとしてもだけど、そこにいい意味で、対抗馬になる可能性もあるキーパーソンが、台北市長のカーピーであるということはもう事実だと。じゃあ国民党はというと、さっきもお話しした通り、人材はいなくて、ただ知名度としては、経営者の知名度高い人もいるんですよ。その一つがシャープを買おうとしている本杯の、郭さんという CEO です。本杯の郭さんは、台湾で本拠地を持ってますが、中国で120-130万人を雇用してるんですね。ですから私は要注意だと思っていて、要するに非常に馬英九に近い人だと言われてるけど、共産党の関係も非常に近いじゃんみたいな、少なくとも胡錦涛とも握手してるし、習近平とも握手してるような経営者なんですね。ビジネスマン的な動きとも言えますよね。そうなんです。ここにもここにもここにもっていうことで、ね、そうなんです。そう、だから国民党でいうと、今までの政治家としてはちょっと本当に新北市長で戻る、台湾
総統候補に出た朱立倫さんはもうちょっと目がないか厳しいと思うんですね、うんうん、はいはい、ですから、まあ、今回も得票率 37% だし、うん、ですからまあそれを考えてもこの台湾としての流れっていうのはようやくなんていうのかな、外来政権ではなくなってきた、はい、ということが、ね、うん、やはり台湾にとって素晴らしいことだっていうふうに思います、うん、そうですね、今、うん、多分台湾の国民の方々もそう思っていらっしゃるので、はい、この流れを継いでいく中で4年後どうなるのか、誰がキーパーソンになっていくのかっていうことでね、そうなんです、うん、だからそのやっぱり一番ね、じくじたるというか地団打踏んでいるのは、うん、お隣の中国ですよどのようにそうです挽回とか脱回する、そうですよね、そのあたりはもう本当に気になるところですよね、中国の今後の動向、まあ前回の時もですね、新しくできた政権が失敗したらいいと思ったらこう、ね、お金を止めればいいとかそういうふうな話もあって、うん、経済がこければまた国民党に戻ってくるんじゃないかとか、まあ、そういうことは当然中国側も考えてるとは思うんですけれども、そう簡単にはいかないぞという内情が、うん、やっぱり台湾人はね、台湾人というアイデンティティを今、はい、9割近く持ってるんですね、うん、要するに中国人ではないという、はいはい、でその流れっていうのは若い層ほど強いわけですよ、うん、李登輝さんの教育とかを受けていて、はい、まあ、いわゆる台湾化の教育を受けて、うん、ですからその流れっていうのは変えられないわけです、民進党政権だったらなおさらそうなるから、はい、うん、だからどん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 要するに中国に近づきたいような人が上に上がっていこうとすれば、うん、じゃあ中国に移住でもしたらって言われるようになるわけです私もその方がいいと思うんですけど、そうですよね、まあ、そういうところが例えば自分たちの国にアイデンティティを持つっていうのは当たり前のことなんですが、まあ、日本人も、まあ、ほとんどの人聞いたら自分日本人だって言うと思うんですが、うん、まあ、行動が伴わない人がね、そうそう、私すごいたくさんいると思ってるんですけど、今そこのところが、まあ、台湾は一つになろうとしているっていうね、そうですね、うん、それでやっぱり台湾人って世界で一番自分の台湾を愛してますよ、うん、非常に苦しい時代があってもやっぱり台湾に住み続けていたいという時代を超えて今来てるわけですよね、うん、ですから本当にこの台湾の人っていうのは自分たちの国を作りたいんですよ、はい、で、まあ、一部分はね、中華民国っていう今のパスポートのままでもいいっていうふうに言ってるけど、はいはい、基本的にはでも台湾人っていうアイデンティティがあるし、うん、そうですね、島は台湾っていう名前だから、うん、まあ、私からすれば台湾という形で独立できればどんなにいいのかなっていうふうに、それをやっぱり日本は、まあ、ある種で言ったらアメリカと一緒になって応援しなきゃいけないけど、うん、ね、まあね、そういう時に中国は別に何もせずいるかっていうとちょっと難しいところで、そうですね、そういうところで、まあ、今後、まあ、アメリカも今選挙がこれから ね、どんどん盛り上がっていこうとしているところで、あそこの政権がどうなるかっていったことを見ながら私は日本は動くんじゃないかなという気はするんで、そうですね、日本が独自で、本来なら日本は独自で台湾の独立を手伝って、それをアメリカに働きかけるぐらいじゃないとダメなんじゃないかと思うんですが、そうそうそう、まあ多分相変わらず顔色を伺いではいると思いますが、でもただまあそれも伴ってでもなんとか台湾の力になれるようなね、うん、方向に持っていけたらなというふうに思います。はい、はい、今日も有意義なお話がたくさん聞けました、ありがとうございます。ありがとうございます。来週もまだまだ台湾の話題続けてまいりたいと思います、はい、皆さんまた見てください。今日はどうもありがとうございました。